ウソもおこりんです。今回もプリンセスピーチショータイム後編やっていきましょう。今回のパートでラスボスまで行って、まあ全クリできたらなと思います。それでは行ってみよう。プリンセスピーチショータイム。はい、4階はお洋服に、あれは探偵やったかな。探偵好きやねんな俺。で、変態仮面に忍者か。あれ忍者って最初やったな。じゃあやったことあるやつからいきますか。烈火忍法帳、始まり始まり。水のように優しく、花のように美しく。はい、お願いします。まあ烈火なんで水のようにじゃなく火のようにやと思うんですけど。はい、あれを見るでござる。あら、見張りも厄介だが、やつら怪しいからくりを城に取り付けたでござる。あんなもの早く壊さないと。ネズミ一匹通さんぞ。はい、通ります。はい、通りました、ありがとうございます。そしてここに何か舞台がありそう。あー、なるほどね。で、ここら辺何もないかな。上のやつも警戒しながら隠れみ。よし、はい、よし、はい、よし。あかん、危な。お、これ多分左側になんかあるんちゃうかな。お前お前何時とかで普通に会話してんねん。あかーん。あ、こっから右に直接さ、お、乗れるよな。ああ、落ちもうた。ショートカットできるんやけど。お前らこんなとこで井戸端会議すな。目の前に見張りいるやんか。何もなし。この上は、この上いけへんな。となると一旦スルーして屋根裏から忍び込むぞ。待て待て待て、この下に何かありますよね。はい、これはさすがにストーンでしょう。この感じは見逃しがちよ。うわー、違うんか。まさかのコインだけ。ういういうい、よいしょよいしょ、取れへん。はい、やつらは音に敏感、逆に利用できれば。そろりそろり、あっ、危ない。あっ、怖い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 。おお、先っちょしか先っちょしか出てへん。ピュって、もっと出るもんじゃないの。これ何これ。あ、これ下覗けるんじゃないの。これでこう動かして、あ、あ、動かしてってことか。はい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 。じゃあこうして、今そうね。でこっちはないから、ここにもなんかあるな。これも下行くやつか。なるほどね。さすがにこれはストーンだよね。待て、これはこれジャンプできひんから、左からこうやな。さあ何個目。あ、1個目なんや。へえ、結構長かったな、1個目まで。はい、そして再びいきます。カランコロン、カランコロン。はい、そろりそろりバーン、そろりそろりバーン。助けに来ましたよ、お殿様。はい、あれ、はい、いけた。かたじけない。で、お、なんだ。おお、なんでそんなに城のことに詳しいな、こいつ。なんでだ。この先、裏表に回転する壁のからくりがある。これか。待って、あ、これ右行けへんのか。となると、ここで、ドロン。お、影を使うパターンね。左なんかあるんじゃない。で、壊れもしない。そして、多分ここ、おっと、待て。あ、回らない。で、右はいけない。オッケー。じゃあ、こいつが背中を向けた隙に、くるりんぱ。あの、お前奥行くんかい、お前奥行くんかい。なんじゃい。あいつ倒すことはできなかった。オッケー。はい、3枚目。トゥトゥトゥ、はは。ああ、ここにもありますね。結構間隔が狭くなってきたぞ。待って、これは表に出して、で多分こっち回るよな。です、あーっと、あ、こうか。これでこう取れると。
そしてこいつ気をつけて。こっちは？こっちもあるよな。いやでも何もないか。いや奥行かないと。あ、これ倒すか。はい。いつまで目もうてんねん。あ、わかった。これ屋根上行くんや。あれ、こないして、あれ、ここのブロックを乗り継ぐと思うんやけど、こうして、お、あれ、あ、で、あれあれ、あ、違うわ。これをこうして、で、俺こっちから出て、ここで壁ジャンプや。なるほど。そしてお前救出な。よいしょ、 OK、 ようやく進める。ん、何か騒がしいの。下はいけない。あーっと、すごい防衛だ。いきます。ま、忍者で、待て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 、ドン。よし。そして、あーっと、これはね、うわ、全部回る、すごい。壁ジャンプできて、あ、左行けるね。ああ、眩しいですぞ。ほら、やってるやってる。あいつの視力を 0.01 まで下げてる。お、ほら、よし、目がチカチカしますぞ。それ自分チカチカすんの鼻のせいちゃう。そう、鼻にからすのやめたら。よいしょ、わお、もうすぐだ。おお、なぬく、気づかれてしまったか。うわー、すごい燃え盛ってる。拙者の足では間に合わない。お主の足が頼りだ。止めてくれ。出た、これ走り続けるやつ。うわー、出た。これ難しいねんな。壁走り、はい、ジャンプ、あった。さあ、残りラスト1個は、はい、多分ボス戦やと思うんだけど、下かな。壁ジャンプ、問題ないか。はい、ジャンプ。なんか、なんで足場がこんなに飛び跳ねてるの。壁ジャンプ、はい。あー、出てる。嘘やん、マジかよ。あれ、壁走り最後までやらなあかんのか。ここのハート取ったらどうやって、どうやって戻んねんやろ。お、あ、来た。ボスじゃなかった。かけらを集める。パターン、危ない、危ない。よし、オッケー、危ねえ。さあ、着いたぞ、ボス戦。こっちだ。お待たせしました。あのからくりは上だ。ここまで来たお主に秘伝の巻物を託す。この巻物であいつを。絶対これ火炎の術だ、すんちゃん。なんだ、お、おお、なに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 、なんかドラゴンみたいになってる。おお、うおー。忍者ステージだけ派手すぎるやろ。なんか忍者ステージ一番凝ってないか。そんなことないか。あー、なんだ、ぶつかった、ぶつかった、ぶつかった。あ、なんか、え、なんか A ボタン押したらちょっとぐるぐるぐるってなる。これを使って歯車アタックやな。ほらー、やったぜー。いやー、面白いな、忍者ステージ。やりましたわでござる。はい、これで忍者モードもキラリスタの資格ありかな。で、これいこうか。回答、奪われた黄金像、始まり誤り。盗むわ、行くわよ。何、大量の飛行船よ。なんだ、お、あら、そんなあっさりと。やめろ泥棒、これは許せないわね。大変だ、町のシンボルが、うん、これは手前は、あ、手前行けへんねや、これ。そもそももう軸がないわ、手前とか奥っていう。もうこの横移動しかできない。昔ながらのマリオみたい。はい、わかりやすくていいね。待てー、あ、下前ー。おお、なんだ、これに捕まれ。はい、あ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 、え、あ、す、あ、来た。
任せなさい。ちょ、あ、ちょ、ま、ちょっと待ってなさい。今捕まるから。はい、ちょっと待ちなさいよ。あなたまだ乗ってないんだから行くのやめなさい。ちょっと つかめないんだけど。話が違うわ。こうか。え、ちょっとなんで、あ、来たわ。すごくシビアね、これ。さあ、じゃあここ乗り継いでいきましょうか。ん、あー、強制スクロールのパティーンね。なるほどなるほど。はい、まあかなりゆっくりですわな。お茶の子さいさいよ。おじいちゃん大丈夫？風に流されてきたのかしら。よいしょ、よいしょ。危ない。これは下は関係ないから。あー、待って、死んでも取るわ。危ない。うーっと、よし、危ない。絶対失敗したと思ったでしょ。そんなことないのよ。回答に失敗の二文字はないの。返せ。なんかウジ虫が一匹しがみついとるぞ。なんだあいつ。ほっ、わあ、風がすごい。ロック解除するわ。他にはないかしら。これね、なんか右を大ジャンプしたらあるみたいな。ないか。 OK、 潜入。左、おーっと、おじさんいますね。乗る船を間違えましたぞ。どこに行く予定だったんですか。実はあなたもスパイなのでは。これはまず上に行くしかないようね。はっ、おーっと、全部停電。この停電には機械もあたふたとしておられる。はあ、ここになんかありますね。これは目立つ。おお、下まで降りてくるんやこいつ。危ない危ない。あー、コインのやつか。コインはまあ関係ないな。オッケー。となると、待って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 、ここまず上行きまして、潰す。よし、これは光らん。これ光らんな。あ、でも倒せてないな、これは。なんか倒すんじゃなくて一時機能停止みたいな、そんな感じだ。ほっ、待てよ。これ動くタイプでまあいいんやけど、左のやつどう取るかな。これ開くか。ああ、あ、いや、脱出。危ないよね。あっ、よし、これ潰して。よし、なかなかいい難易度じゃない。おい、今のうちよ、行くわ。さあ、これはまず一旦解除かしらね。ほら、上来て、右来て。あー、でもこういうショートカットもあるんか。まあでも何もないのが怖い。ただただ何もないのが怖い。あー、さっさと。危ない危ない。もう見つかってしまったら、見つかってしまったら脳筋よ。もう関係ないわそんなの。ほらほらほら、縮まりなさい。よし、はいはい、起きた。ナイス。3つ目。そして奥にも何かいらっしゃるわ。いやでもこのね、ズームするとこってめっちゃ怪しいんよ。怖いな。はい、何かありますね。これも下に行くパターン。これはストーンでしょ。なんだ？ありますね。はい、オッケー。異常発生、異常発生。異常はありませんわ。ネズミよ、チュー。あ、戦闘まで来たな。なんか今ストーンあったぞ。おー、びっくりした。侵入者発見。侵入者じゃないわ。マントヒヒよ、ヒヒン。おい。待て、見逃すな。どこだ。危ない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 。やばい、下かこれ。いや、下じゃない。あった、あっちや。よいしょ、よいしょ、よいしょ。オッケーオッケーオッケー。よし、で、で、何もなしか。ここは倉庫。下に行っちゃった。あーっと、なんか下にあんねんけど、これ。いやでもこっちからは来らへんな。となるとこう来て、こうか。
こうか。スポットライトで照らしてくれてる。わーお。参上したわ。ピーチよ。ラストよ。危ない。ラストよ。はい。ピポパピポ。システムハッキング完了。あ、待て。右にもあるぞ。なんだ。どっか行っちゃった。なにこれ、いいの。怪盗マスクだ、力を貸して。待って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 、なんか話が違う。戻れんくなった。嘘やろ。ここまで来てっていうの、ロックも解除してないし。待ってや、嘘やろ。これ絶対あの鍵の奥なんやってんて、ほんま。はい、上下のリフトを利用すれば。あ、これか。いった、よいしょ。増援要請せよ。はい、いた。どきたまえ。やったー。いや、明らかに左が隠しっぽかったんだよな。ミスったな。任務失敗、自爆システム起動。そんなアホな。脱出だ、脱出だ、急げ。おお、逃げるわよ。ラスト、また飛行機のやつ来い。なんか来い。いけるいけるいける。ピーチならいけるよ。なんかありそうやで、ここ。はい、脱出。どっちだ、上か下か。どっちだ。そんな2分の1。あったー、ナイス。よいしょ。神上で。これ下選んでたらどうなっててんやろ。めっちゃ心配なんやけど。スライディング、脱出完了。わー、今日もいい仕事したわ。よし、これで変態マスクも無事クリア。キラリストの才能ゲット。で、このお洋服のやつは、これ最後にしようか。次これ探偵のやつ行こうかな。行きまーす。始まり始まり。さあ、事件解決するわ。どうしたの探偵さん。僕の方が早かったですね。5分前行動は基本ですよ。実はお呼びしたのは、町を徘徊する怪しい奴の情報をゲットしたのです。奴は毎日この道を通るそうです。ふむ、なら座るわ。カモフラージュよ。時計店が襲われたって、遅刻だ。あ、明らかに怪しいわ。色が違いすぎる。あいつに違いないです。立ち振る舞いがおかしいもの。気づかれないように後をつけましょう。今晩の晩ご飯何にしようかしらね。あーっと、電話したくなってきちゃった。あー、何隠れられへんねんけど。あーっと、ちょ、新聞が、はい、新聞なんだよね。はい、あ、ここに隠れるのか。そん中隠れるんじゃないのか。あーっと、何危ないわ。人参は、はい、人参買い忘れてない。そろそろ回転するか。あーっと、ここにもちょっとお邪魔したいなと思ってたんですけど。あー、ちょ、動かすな。何してんねんお前アホタレ。動かすやつがおるか。あ、あ、こいつよく見たら助手じゃないわ。助手じゃない。もうみんな顔が一緒だからわかんないの。あ、逃げちゃった。あ、見失っちゃった。でもまず何か落としていきましたよ。何これ。よいしょ。計画は順調だ。まもなくあれが完成する。我々のアジトで落ち合おう。見つからないように来てくれ。どうやら何か計画しているみたいですね。しかし奴はどこに行ったんでしょう。アジト、あ、水たまりとかあるぞ。あ、なんだ、なんか点々出てるんやけど、何これ。ん、ゴミ箱、いろんなものが置いてあるね。お見通しチェック。ここに隠し通路があるに違いないわ。スーパーへの近道よ。ほら、そうね、思った通りよ。こっちは、
いやー待て待て待て、こっちか。あーピーチさん際どいです。おっとごめんね、今どけるよ。進んでしもてるやん、もう分からへん。うわもう帰られへんなったやん。これが怪しいんですよ。あなたおじさんじゃないですか。素晴らしい画伯の絵画が欲しいのですが、どれが本物かわからないですぞ。ふむ、私にかかればお見通しよ。これかしら。素晴らしい画伯、うん、素晴らしい画伯の弟子おい右下にちっちゃく書くな。素晴らしい画伯、あれ素晴らしい画伯やな。右手左何が違うんや。素晴らしい画伯やろ。裏側か、裏側に何か。あこれか。お城の絵画の作者は私の名を語った偽物だよ。あそうなんや。私は知らない芸術家さ。ここに本人いる、本人いるよ。じゃあこれだね。あは、はい来たバッチグーよ。はい、さすがは探偵さん。何かな。あーリボンなんや。オッケーオッケー。さあ尾行開始するわ。はい隠れて。あーっと店じまいかな。待って待って待って、あれ入れたんじゃね。え違う、あ違う、あれだブラフやったんかな。あ入れへんなってる。あれ店じまいする前に入ったら何かあったとかじゃないの。動かないように。あー倒れてる倒れてる。おーっと急げ急げ、危ないアクシデント起こりすぎでしょこの町。ここに何かあるわ。あコインだ、コインか。これ見れんのか、こん中とか。なさすぎじゃね。これはあーどっかか。これの3つやな。3人でアジトに集合だ。うん、ここじゃなければあのアパートとか。ちなみに僕は弟と一番右の部屋に住んでいるよ。ということは右ではない。あったこれだ。あーこれだなもうオーラが見えるの私。ありました、出すよね。2個目ですよね。まあまあまた後でやっていきますわ。これはここまで来るのめっちゃ大変やからねめっちゃ時間かかる、尾行やから。で一番右ではないということが分かったので、真ん中か左。お花のレリーフの部屋で友達と住み始めた。お花のレリーフ、これ花。俺には星に見えるんやけど、これ花か。で右が違うから多分これだな。ど真ん中に住みやがって。あ葉っぱのレリーフの扉、なるほどね。ってことは左がお花だ。ここに住んでいるわ悪党どもが。うわーすごい紫、なんちゅうカラーの。あ星だ、ラッキー。あ1個目や。あなるほどね、よかった。静かに任せなさい。あちょっとくしゃみでそう、くしゃみで。あさあ気を取り直していくわ。もうすぐこの町はあの場所で荒れよう。よし爆弾が完成したぜ。わ爆弾、誰だ。おいお前まずい、引かれた。今すぐ計画実行だ。行きやがったか一番。あーっと何がありますね。決めポーズだけ。おーっとなんだ、一応爆弾。あそこがアパートかな、違う青いとこがアパートか。いや違う、どこだ。じゃあここはヒントを探していけと。金のある場所に設置、12時に爆発。ほう、この町にある時計塔そっくりの模型だ。これをお見通ししたらどうなる。これは時計塔よ、今12時ね。何がピンポン、よくわかんないわ何がピンポン、
ああ、さっき左のやつ見たからか。なるほどね。あ、間もなく。今回もご協力感謝いたします。現在爆発物を持った不審者3名の侵入情報あり、直ちに突入します。行け行け行け。あ、待て、危ない。何かあるに違いないわ。もうこういうのやめなさいって言ってんの、本当に。こういう見逃しやめなさいって言ってんの、わかる？ついつい行っちゃうじゃない。やらしいわ、設置の仕方が。あ、あいつ6ってなってる。6階か。鍵めっちゃあるよ。あーっと、6を当てろっつってんのか。となると、あーでもなんか聞けるな。うん、まあ有効なヒントはないな。となると別にこれが6が外れて逆さまの距離になっただけじゃない？普通に考えたらこれなんですけど。あれや、これ6ね。よーし。おお、待って待って、どこ行く、どこ行く。なんか1回してきたぞ。これ全部いけんのか。いますやん。おりゃ、お見通しせんでもわかる、そこにいるわね。ほら、よっしゃい。さあ、これで一人。それよりお前、爆弾をどこに隠した？ここにはないぜ、そんなところ。それよりこんなところでグズグズしてていいのか？こいつ、ここは私に任せて、早く行ってください。了解。オフコース、もちろん。なるほど。ということは、回答文が星の数やから、まあ、あと2個はあと2人見つけたらってことやな。よし、クリアが確定した。素晴らしい。ん？あ、こいつ見つけたかな、これ。帰られへんなったんや。危ねえ。右行かんでよかった。あ、いた。この先には行かせないぜ。何、じゃんけんするの？ああ、かわいそう。爆弾を持ってないだと？なら貴様、どこに仕掛けた？探してみやがれ。ちなみに最上階には置いてないぜ。うん、置いてないぜって言うなら置いてんだよな、大体。これ違うか。うん、これ何もないな。おー、なんか調べられそうなところがあるな。うわー、広い。あ、なんだ。あ、なんかパーツ手に入れたよ。これもあるぞ。はい、2つ目。あ、なんだ。おお、3つ目。歯車の形してんのか。これは、ああ、金が入ってた？誰かのへそくり？はめてみよう。なるほど。はい、埋まりました。で、多分エレベーターが出てくると。はい。で、歯車が折れてますね。鍵。うん。この奥にもなんかいけそう。あ、こっちか。ダクトの開閉装置、これ取れる？ああ、これ取っちゃったね。あ、待て待て、はめ込んで開くから。あ、でもなんかいる、なんかいる。危ない危ない危ない。見逃すとこだったぜお前。チラチラ見えてんのよ、歯車の隙間から。石よこしなさい。隠れてるわね。おいこのダクトの奥は何があるんやろ。うわ、すごいとこが出てきた。あ、鍵ありますやん、左のとこに。なんちゅうとこに15分間しか、お前、鍵
なんかこう保持できひんよ。10人どこ回ったら落ちていくで。でここにはめんのかな。あ違うな、こっちか、ここだ。うわすごいとこやな。このダクトいるんか。掃除するにしても危険すぎる。で見栄えも悪なる。よいしょ。さあそれじゃはめ込むわよ。ああ来た来た。はい最上階。うわ足跡いっぱいある。待て待て、これは多分爆弾当てろって言ってるから。あれこの上いけへんの。あカチカチ音がするな。じゃあ違うか。うんじゃあ違うな。これはこれお見通しチェックしてみるか。ほらここに何かあるわね。え爆弾やっていいけど、なんで。違う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 、ちょ左のカチカチの音なん絶対。あスターや。じゃあいいわって喜んでる場合じゃないですよ。やばい赤のゾーンに差し掛かった。どうしたら。そうだこの窓からだと近くに川が。確かに地図に映ってたわね。よしお前ごと投げるぞ。いけこの黄色いやつごと投げろ。あかん音何してんのお前。重要なとこでこう私がやるしかない。おらえ絶対川落ちてないやん。この音絶対川落ちてないですやん。もう川落ちたらジャパーンってなるはずやのに。クリアした風に見せるのやめなさい。絶対した被害すごいことになってるから。さあこれで虫眼鏡も完了ということで、さあ続いてはこの新しいやつですね。ところで皆さん今違和感なく進んだと思うんですけど、実はこのステージ終わってから4日空いてます。はい自然につなぐプロオカリンです。お願いします。というわけでこれいきましょうか。カンフーやって、カンフー英雄伝。はいというわけで始まり始まり、花粉症英雄伝。さあ来たわよ、カンフー行くわよ。あの人影は何、なんだか登場の様子がおかしいよ。ほう、ちょっと待って、久々やからちょっと待て、ここないして、あのクルリンパみたいなやつ、あそれそれそれ、クルリンパができてやろ。うわなんだ、道場の方からだ。なんだなんだ、道場破りか。シフー、シフーやって、シフーって叫びずらない、シフーってこうフッフッフーって感じでさ、両方息吐くから酸欠なるで。あんま叫びなや。これはこれは関係ないか。悔しい。愚痴ほどにもうない。深く。ああ師匠さん弱かったな。カンフーマスターがいたらきっと我らの希望が。なんだ裏山から行ける道があったはず。よし行くぞ出動。あーっと変なおじさんがいて、あコイン大量や、ナイス。なんだ、ああこいつな、はいはい、改心しなさーい。助かった。鳥ママ中入ったらええかな。あれ入るんじゃないのこれ、なんかありそう。あったーですよね。早く助けに行こう。あすごい如意棒持ってる、いいな、俺にもよこせ。ほらよこせお前、よこせよこせ、俺も武器使いて。この先に裏門があるのだが、はあ、行けるのか君たち二人で。わーおすごい、岩をも砕くとは。炭治郎ですらだいぶ時間かかったのに。なんか右にあるな。あ危な、潰されるとこやったやん。大丈夫か。おお
あ、こっちも行けへん。貴様らに子供は通らせないぜ。カンフーマスターならこんな時でも、もしや君なら、試練の間。あー、これ何これ。おうおう、なんか自動改札。自動改札みたいな。これ何？ああ、落ちるんかい。何やそれ。どっから帰ってきた？ピーチ？すごいな。そっちの方がすごい。ほら。ほら。あ、無理やりは無理か。あ、なんかありますね、これ。はあ、ライトがつくだけ。右側はコインがあるだけ。いやー、ちょっと怖いな。ドラや。ほら、開け。わお、なんだこれや。サスケや。あ、危ない危ない危ない。おい、おい、おい。はい、はい、オッケー。いきまーす。おー、ラーメン屋さんだった。なんか屋台のラーメン屋ってこんなイメージない。あ、いいやん、カンフーピーチ。あれ、俺、如意棒使えへんの？ちょ、武器持たせて。武器ないやん。出てきた。何？カンフーマスター。ここから先に行かせるな。ほら、行け！いた！あ、すごいすごいすごい。蹴りしかできひん。何これ？あ、違うわ。これ、こう移動していかなあかんねんや。ほら。おー、すごい！ファルコンキックできる。ほら、ファルコンキック。ほら。ほらほらほら。これに関しては攻撃のバリエーションだいぶ多いな。待って、これさ、なんか違うとこ移動したら、これドラ鳴らせるとこない？うわ、なんかありそうなんやけど。奥まで移動できるのが怪しすぎる。いや、お、すごい、壺壊せる。これも？おお、全部折れる。いいね。どれ？あれ、さっきまでなかったのに。こんなところに星が。衣装を変えたって同じことだぜ。待て待て待て。これを壊すことで多分もらえるはず。オッケー。あ、よいちょ。いきます。ん？師父を頼んだ。せめてここは我らが食い止める。頼んだぞ、変なチョコども。はい、行きます。いやーいやー、おお、すごい、一気にバーっていくんやけど。どうした、クソジジイ、大丈夫か。うわトゥ、あのライダーキックやりたいんやけどな。ライダーキック無理か。あ、でかいやついる。これ倒せんのか俺。ほら、あ、操作ガイド。あ、すごい、ストリートファイターになった。なにこれ、タイミング、なるほど、いいだろう。はい、いた。待てよ、こうした後にこうか、違うな、ここ、なるほど、うら、なるほど、そういうことか。どりゃー、竜巻旋風逆。思ってたよりやるな。再び道場に来れたら相手をしてやる。しめ縄みたいなヒゲして。あ、出た、ナイス。4つ目。さ、壊せるものは壊す、ドラクエ方式でいきますよ。マジで旗迷惑な話だけどな。家入ってきた思ったら壺壊して。なんてやつや。ここ行きます。あ、違うか、ライトつくだけね。で、上も行ける、ありますね。はっ、よいしょ。これこっち行っちゃって大丈夫か。これ全員倒した方がいいんじゃないか。全部倒していくぜ。この町の平和は私が守るわ。ついでにこの建物も全部壊していくわ。すべてを無に返すなよ。こんなもの作るから争いが生まれるのよ、この野郎。で、あー、かけらのパティンやな。オッケーオッケー。はい、なんか増えてるぞ。どれ、ライダーキック。このね、柱の上にいる時だけライダーキック出んのよ。ほら、大丈夫か。大丈夫だな。わーっと、これなんだ、くるくるのやつやんな。上、あ、いてて、え、なに、上にはいけへんのかこれ。なるほど、一回降りてしまうとそれで終わり。了解。あ、この裏は違うか、青く光ってるように見えるんやけど。動けない、気をつけて。これ壺、壺大丈夫か。
なんか壺使いみたいなさ言われる気すんねんけど。はっ、いやー、なんだこの柱に行きたいんやけど。あ、おび寄せるんやな、おび寄せて、いやー、ほい、いやー、見事な足技。これは奥は、なんかありそうやねんけど。道場の方向こっち。これなんで開いてんのここ。いやー、これ無理やな。うわー、取り逃しそう。ここ怪しすぎ。なんだこっから先には行かせない、多すぎますね。トゥトゥラいた、トゥラトゥラトゥラ。さあここで星もらえて、あーでも順調やね。オッケーオッケー。で、おーっと、またかけらのパターン。これはどうやって上に行く。え、これどうやって上行くんや。上がる方法あんの。マジでどうやって上がるんこれ。俺の知らん操作方法あんねんけど。何それ。あ、来た。とりあえず全部取ったけど。一個取り逃してるんやけど。待って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 。俺ここで今取ったよな。あれちゃうかったっけ。ここで今先取って、この一瞬の間に、あ、こっち、いけるやん。なんやなんやなんや、いけますやん。びっくりするわ。ここ見えへんかったんけど。マジか。ということはこの辺にあるってことやんな。こっち行こうか。あ、これやな。いや違うかな、これは変なおじさんのやつありましたね。え、違うな、今撮ったように見えたけど。ん、あ、ここだ、これだ。オッケー、はっ、やー。で、ここ渡りまして。残り1個よ。これ、ボスのやつでいいんかな。油断禁物やんな。やばい。待て、これはこっちからこう、ダメか。飛ばすことでもやれそうやったな。で、下には何もないよな。ここで倒れて、主婦が危ない。ここで倒れては道場に戻れぬ。俺がやるしかないようだな。待て、これ次行っちゃうぞ。次行っちゃうが、これはないと見た。行きます。主婦、今助けに行くよ。うん、ハートやろ。なんもないよな。まだ逆らうやつがいたとはな。お前たちやっちまえ。おいおい、雑魚を何匹出そうと変わらんということがわからんのかね。ああ、わからんのかね。ゴリ押しでいけ。うら、しぶといですね。クックチュラ。なんだ、また雑魚がいっぱい出てきやがったぜ。うぞうむぞうめ、ダニかおめら。うら、トゥー。なんだ、あ、上行けんのか。あ、すごいハートいっぱいある。おお、気持ちいい気持ちいい。あ、なるほど、これを使いということか。ほら、ここで反復横跳び竜巻旋風脚トウトウ。うわ、すごい。多すぎ多すぎ。何これ、人を消耗品みたいに使うのやめて。大丈夫かね。ショーン、マニア。うん、その技はまさにカンフーマスター。やつはこの中におる。どうか道場を頼む。わ、おじさんから愛もらった。パパ活や。よし、行きますか。頼もう。よくぞここまで来た。あ、なんか操られてるな。はい、
はい、2連続。はい。あと4連続。トゥー。やるな。ならばついてこい。第2ステージ。いきます。はい。はい、圧倒的反応速度で。余裕です。はい。はい、危ない。ドラー。あー、すごい。百裂拳。トゥー。やったぜさあそれじゃあ3回のボスいきますか。今回はどんなやつが相手だ、うん、何個25個。だいぶ余裕あるな。相変わらずここのロード画面めっちゃ重いねんなびっくりするぐらい重い。あれまたお前か。これちゃうやつか。そんなことないよな。ああこいつやこいつや。ピーチリステラ、お前たちよくも私の劇をめちゃくちゃに。でもね、ここまでやってくるとは予想外。まるでライバルがいるみたいで少し楽しいわ。それに私は最高の舞台、最高の悲劇に向けて今準備を始めているところなのさ。うん。あ、今回ワンコロや。猫の次はワンコロな。はいはい。あ、そう、ライトになってる口が。ん？あー、なんかそのライトに当たるなみたいな、そういう感じかな。スポットライオン、スポットライトとスポットライオンかけてますね。でこれはどうしたらいいの。ライトが出てきて、あーとなんか足場出てきた。あーでもなんかせなあかんっぽいな。この弾を弾くみたいな、そういう感じな気がするな。いや違うな、ここだ。あ、来た。お、ん、おお、眩しい眩しい眩しい言うて。あ、やっぱこれ返せるよな。なるほどなるほど、うまく反射させろと、そういうことやな。はい、よいしょ。ここでコンコンコンと。はい、赤。待て待て、はい、待て、よいしょ。はい、これはコンコンコン、オッケー。そしてまたここで、はあはあ、っていう感じやな。オッケー。だから最初の数回は耐えやな。お、でもこれ跳ね返せるか。これ跳ね返せるよな、これ。ほら、あー、でもいけるわいけるわ。あの状態にならんでも全然攻撃できる。はい、で3回目は絶対これなんだ。オッケーオッケー。さあ来い。はい、ああ、なになになに、ビームなんですけど。それは違うでしょ。来る。これ、これ、あ、これは無理や、跳ね返されへんわ。弾しか無理っぽいな。来た。よいしょ。待て待て、ああ、待て待て、はい、もう直接返す。はい、ドン。オッケー。よし、さあラスト。あ、ど真ん中来たな。はっ、待て待て、これはでも攻撃無理っぽいな。あ、でも一応斜めのやつ出てきたから。待て、これは、いや、もう来たな。これまずいや、なんだ、分身しやがった。でも影のある方が多分本物やと思うから。いや、これ、ちょっと待って、どう跳ね返したらいい。これ縦にしかさあ、あ、上側にもこれできるんや。なるほどな。危ねえ、怖い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 。俺もハート1やねんけど、初のゲームオーバーなる。おーおーおおお、来るぞ。いきます。はっ、よし来た。はい、ここはバウンドしていいよ。またやり直し。4匹になってんけど。あら、プスプスしてんのが本物やな。何何何何何、ちょ、急に物理攻撃するのやめて。
急に魔法職のやつがさ杖で殴ってくるみたいな、そういうのやめよう、怖いから。はい、当たらんか。これ何、これビームのやつ、これビームのやつ、いやこれビームのやつやんな、あ違うか、わからん、こいつのややこい。2匹なった、これは、はい、あーっと危ない、よいしょ、上に OK、 2発、はい、これも、あ違う逆だ、うわー時間かかる、怖い、連続、いや連続じゃない、これビーム、はい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 、で次多分逆側来る、はいはい、まあ、これは当たるわけないよな、 OK、 連続で来い、いや連続できたな、じゃ時間かかりすぎてるから連続でしてくれてるわ、はい、またこっから出て、あぶて、あーもうまたや、またや、もう真下に跳ね返ってくると思てんて、左のやつやな本物は、これ何やったっけ、これ物理攻撃のやつな、そう魔法職の急に物理攻撃してくるやつで、これ何だっけ、これ4方向のやつ、よっしゃ来た、ラストはよかった、ふぅーふぅー、危ねえマジで、パートドキドキやんビーチさん、いやーなんとか一発でいけたな、危ない危ない。で4回もまだねカンフーとかが残ってるから普通にステージやと思う。これをまま引き続きやっていきましょう。ピーチのきらめきは最高だよ。ピーチの舞台を作りたいぐらいだ。必要やろそれ、最上階にな。でもまずはグレープをなんとかしなきゃ。次のフロアが最上階。あ、そうなんや。あ、じゃあ4つのステージやってグレープに挑むって感じか。オッケー。じゃあ上の4つやって地下のキラリスタたち助けてボスって感じでしょうかな。おおすごい、見て花火や、めっちゃ綺麗。なんかゲームの世界の花火ってさすごい幻想的なで好きなんよな俺。昔 MMORPG とか流行った時代にさ、もう何年前よ、15年ぐらい前やろ MMORPG パソコンの流行ったん、そん時にゲーム内で花火とかあげれててさ、あれ好きやったな。思い出補正なんかな、これも。今人おらんもんな。君のきらめきはすごく輝いてるね。で、今回は人魚とアイススケートとカンフーと、これヒーローかな？うん。じゃあこれから行きましょう。ミッションレッドプラネット開演開演。さあ、来ましたわよ。ビーチヒーロー。お！え、飛んでるんやけど。すげえこりゃいい、おのれ研究員をさらうとは、研究員を助けに行くぞい、了解、ちょっと俺にも酸素マスクかなんか欲しいんですけど、やつらのお出ましじゃな、みんな戦闘準備じゃ、お前らなんか銃とかついてんの、大丈夫、ただの飛行船じゃんそれ、銃用意せなお前、どうやって戦うって言うんや、まずい、俺後ろに攻撃する手段がない、どうすればいい、お、これ全部倒さないとなんかもらえないとかあるんじゃね、違う、このじいちゃんを守るんか俺は、そういうことか、なんかいる、クリボーに張り付かれてんねんけど、大丈夫か、まずいまずい、はい、ほらほら、どこに星があるんだ、あ、てかおじいちゃんなんかプスプスしてんねんけど、情報からもじゃあ、ほら、いやまずい、ほい、あ、ほい、おじいちゃんしっかり避けて、おじいちゃん避けて、いいよ、え、てかよう見たらこれ下床やよう見たら床、あれこれ空中飛んでると思ったら全然床、ほらほら、衝突せんようにな、俺は衝突しても大丈夫っぽい、あ、これ壊さなあかん、もしかして違う、これ壊せんもんな、待て待て待て、おじいちゃんを助けないと、よし、うわ2匹もいる、大丈夫か、待て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 、よしよしよし、あとこいつ、はいはいはい、オッケー、え、ちょストーンマジで1個もなくない、
あ、これで1個目？だいぶ長いか。惑星には行かせない。ほっ、あ、AT フィールドや。なんてやつ、強すぎるぜ。おお、伸びるパンチ。これはじゃあパンチ&パンチいた。パンチにはパンチで、うるしゃ、おら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 、あ、これは気持ちいい。どれ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 、ほい、おお、綺麗な花火だ。え、2個もらえたんやけど、すげえ。前期着陸態勢了解、突入じゃ、レッツゴー。降り立ちました。わしらは空から奴らの基地を探すぞ。了解。我々は地上から探そう。この先どんな危険が、お互い気をつけるんじゃ。はい、行きます。やはり来たか、先には行かせんぞ。あ、すごい、ライトセーバー持ってる。あーあーあー、おい、武器持ってねえからお前なんとかせえって。そんな強い刃物持ってて、こんな超音波に負けるな。大丈夫か。あ、来た、ほら、ピーチヒーローすごい。ほら、相手の登場シーンとか関係なしで殴るから。普通どんなヒーローもんでもさ、あの変身シーンとかは絶対攻撃せえへんやん。でピーチちゃうから、変身とか関係なしで攻撃します。いきまーす。あーっと、これはほっ、 OK、 これが4つ目。残り3ついきましょう。これは、これ持っていった方がええんかな。なんだ、うわ、すげえの来た。これバス、バス投げたらさ止められへんかな。基地には行かせない、危ない、急げ。あ、止まった止まった、ナイス、今のうちだ。ほら、ぶつけろ、うれ、いいぞ、この調子だ。ドゥレー、よっしゃ。あ、もう一個ある。ここのストーンをしっかり回収して。いく。よし。残り2つ。でかすぎるバスがある。これ、持ち上げられるか。ほら、いける。いっけ。なんだ、これ投げられへんか。いきます。すべてのパワーを貯めて。てぃー、やったぜ。この裏にもなんか、あーっと、変なおじさん上から降ってきた。あーっと、ここに研究員たちが囚われている。助けないと。助けに来てくれたのか。いや、なんかいるよな。渡すものか。返してもらうぞ。トゥー、あ、トゥー、ほ、しっかり当てろ。もっと近づいて、もっと近づいて攻撃するんだ。わかったか。ほ、もう降りてきて、今から戦うぞって時に俺もう攻撃しちゃうから。ほらほら、これ断然だ。早く助けよう。さあ、皆さん出てください。みんな無事なようで、さすがヒーローじゃ。よかった。おーっと、なんだ、まだおんのか。そんな、さっきの UFO。 うお、これ倒さなあかんの。強そうなんですけど。すでにわしらのパワー増強システムを。博士、私たちもシステムを起動させましょう。まさか俺が最強になれるのか。
来た来た来た。ピーチ巨大化行きまーす。行きます。わーお、その力で立ち向かうんじゃ。了解よ。トゥー、効かないわ。トイ、じゃんけんはグーでも私の勝ちなのよ。グーとグーは私の勝ち。それがマイルール。飛んでけー。あ、まだ立ち上がるの。やばい、下の歯がそういうことになってる。わーお、止めろ止めろ。まずいまずいまずい。はい、ここでーい。よし、腰になった。ナイス。さあ続いてカンフーやっていくわよー。ああ、またさらわれてる。ピーチ姫かお前ら。ピーチ姫私よ。さらわれる率がピーチ姫レベルよこれ。お主はいつぞやの。いきます。あ、締め出された。なんだ、おー、めっちゃいる。トゥー、一気にドカーン。しゃあ、助けてー。待ってろ、今行くぞー。あ、締め出された、かわいそう。まだ俺がいるのに。だいぶ長いな。敵陣地って感じやね。行きまーす。トゥー、なるほど、ここでこれもなんかつけられそう。うん、これつけて、うん、どうしようかな。とりあえずここで蹴散らして。いやー、こういう広いステージ難しいよな。まずこない、おっと、ここ、こうだな。オッケー。これはなんだ、そういう感じね。で、変なおじさん助けて。お、縦振り回すのすごいな。あ、てか下降りれへんなってんけど。こうすればいけるか。お、トゥ、この奥にはいけへんから一旦上行こうか。待て待て、はっ、はい、でっかいコイン取って。ちょっと待って、これ難易度おかしいでしょさすがに。いや、逆に疑わずに先に行ってみる。おっと、掛け分身の術か。お、ここで星がもらえる気がする。はい、あれ、星もらえへん、マジか。お、あ、これは上のぐるぐるアタックで進んでいく。はい、こいつ仕留める。よし、これで、あ、1個目か。疑わんでよかったね。はい、行ってきまーす。あーっと、これはコインのやつやな。オッケー。これしっかりコイン全部取らんと変えられへんのよすごいシステムでしょ。残り3人、行こうよー。なんだ、出たな、お前、前倒したというのに。来いよ、お前弱すぎるんだよ。おい、あ、なんだと、絶対当たったろ今。はい、待てよ。はいはい、2回か、なるほど。はい、トントン、オッケー、パトーン。しぶといやつね。まだ生きてるやん。今日のお遊びはこれぐらいで十分だろう。はい、じゃあここも、はい、一匹取り逃していく。シャートゥー、オッケー。はい、3つ目ナイス。あと2人。これは右は何もないから、おっと危ない、エレベーター式です。またこれ絶対取り逃した気がすんねんけど俺絶対罠や。頼む、ここで2連続コインはないはずやから頼むぞ。よーし、セーフ。ほら、
うわって言ってしもてるやん。勝てないことを悟っている。はい、逃がさないよ。はい、5個目。これは壊せない。これ右、まあ、でも右行けるけど、こっちにはコインがあるだけか。いや、なんか、あー、待って待って、あぶねー、なんか強制的に連行されるとこやってんけど。これ絶対上ありますやん。こうでしょ、ほら、あーっと、こう下っていけるやつで。待ってくださいよ、これ上と下どっちや、マジで分からへんねんけど、こういうの。いや、これ奥進むな。一旦逃がしといて、これ行くか。いや、これはお金がある隠しエリアかな。うん、せやね。行くぞ、敵陣侵入。ボス連れてきましたぜ。そうはさせるか。よし、おい、最後のやつだけ星くれへんぞ、ケチが一人いる。わおわおわお、役立ったずが。新たに得た我が技、食らうがいい。なんやなんやなんや、指先の爪の赤を固めてやがる。やばい、汚い、うれ、そういうことか、爪赤を弾いていく。はい、遅い遅い、はいはい、自分の爪の赤を煎じて飲め。トゥー、おお、すごいすごい、おお、連打連打連打、あちょー。出てきて早々死ぬな。あいついつも出てきてすぐ死ぬんやけど。あ、これで終わりなんや。このボスは開けなかったな。ごっつぁんです。バレードオンアイス開幕開幕。続いてはアイススケートいきまーす。はーい、アナ雪です。扉開けてー。これバナナ、これバナナじゃない。はーい、くるくる。あら、あの子も女の子か。フロートに乗らないで。主役は俺たちだ。違う、男やった。バリバリの男やった。このままじゃパレードができないよ。はい、くるくるー。はい、くるくるー。はい。あ、これ回ってるときはあかんのか。なるほどね。うい。お、もういきなり？パレードを再開しよう。わ、すげえ、なにこれ、すべって空飛べんじゃん。ちゃう、盛り上げていくよ。あ、始まりました、中ミニゲームパレードです。ピーチのパレード、あ、待て待て、これ確かこういうやつよな。これを全部やっていかないとまたスコアが低くなる気がするので、しっかりやっていく。なんか出てきた。このフロートはいただいたぞ。そうはさせるかー。やーとー、はい。で、これをやるとね、一気に周りのやつらも回ってくれるから。あーっと、待て待て、はい、待て待て、これ何だっけ、はい、トリプルアクセルな。はい、トリプルアクセルジャンプのやつです。待て待て、なんでなんでなんで、よし、一緒に踊ろう。なんだ、あ、これ全員回したいのな。よっしゃ、目回れ目回れ。はい、違う違う、光ってるやつ、光ってるやつ、はい、頼む、これと、え、これとこれ。よし、危ねえ、誰やったか一瞬わからんなるとこやった。さすがの記憶力、天才です。おい、はい、こいつら芝居って、はい、よいしょ、オッケー。あ、変なおじさんいる、変なおじさんがバカッターしてる。はい、くるくる、はい、ここ緑のやつだけ警戒しとこう。来た、これど真ん中でこう、オッケー、星もらっていく。さあ決めていくわよ。なんだ、
レインボーや。当たり確定。シャキーン。いよいよパレードはフィナーレだよ。来ました、この大舞台。何？出た、宮野守る。みんな、待ったかい？このパレードの最後はやはりこの僕だね。あはは。そんな、みんなのパレードなのに、どうしたら、またしても邪魔しに、みんなのパレードを取り戻そう。何がありますね。怪しい。なんだ？あーっと、ジャンプ。ジャンプ。これは、星がもらえるやつだな。よいしょ。オッケー。危ねえ。ラスト1個？これ登れんのかな？すげえ。これ登れるの？マジで。なんか滑り台の逆走みたいな感じで、登れなさそうやのに。来たわ。真のフィナーレ、ご覧あれ。これが僕のスピン。あ、目回ってる目回ってる。はーい、はいはいはい。出来上がり。はい、オッケー。これは、あ、これまだ仲間にするやつな。オッケー。やばい、取られてる取られてる。はい、こっちコマ4つ。はい。待て待て、回せ回せ回せ。はい。あ、くるくるくるの出来上がり。あれ？てか仲間関係なかったな、今。普通に取られててもいけたけど。ああ、生きてきて。待て待て。ああ、クソ無理か。はい。待てよ。よいしょ。はい、くるくる。くるくる。くる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 。うおー、くるくるくる。おー、出来上がり。はいはいはい。さあ、全員集まった？なぜ、なぜなのだ。はい。落ち込まないで。いきます。ポケモントレジャー。囲んでポケモンゲット。はい、完成。あ、浄化した。ブライト・オブ・オーシャン、開幕、開幕。はい、人魚です。歌うはラララー。ああ、なんか。あ、すごい、海賊船や。うわ、すげえ。で、これ開くんじゃね？あららら、ボエー。なんで開かないの？開きなさいよ。ん？ちょ、開きなさい。私の声が聞こえないの？開けって言ってんのー。あ、ね、あ、お魚さんいるわ。こっち来なさい。こっち来なさいっつってんの。来なさいっつってんのよー。聞こえないの？何あなた恥ずかしがりなの？ん？なんか言いなさいよ。行くわよ。はい、オープン。はい、お金ゲット。これも開くわよね。開けなさーい。開けなさーい。おじさんいるわ。おじさんが貝の中から出てきたわよ。どういうことなの？ちょっと閉じなさい、これ。閉じなさい、もう。なんて汚らしい。おじさん、貝の中にいていいのは美女だけよ、本当に。はい、助けるわ。これも助けるわよ。はーい。この海底のものはすべて私のものよ。よいしょ。はい、よいしょ。はい、どんどんオープン、どんどんオープン。はい、なんか一個取り逃してるわよ。なんで？これかしら？行ってきまーす。あーっと、何？なんだか怖い？怖くないわよー。辛くないわよー。はい、オッケー。ねえ、シャンのビシャン。そんな、まま移動するのやめて。何これ。ああ、なんか大胸筋トレーニングしてる人みたいになってる。あ、待ってなさい、今行くわよー。
あ、オートスクロールやな。元に戻して、えいえいえい。さて貝がちょっとだけ残ってるから、はい。あ、かなりかなり世話しないな。あ、これ岩とか関係なしで動くんやこの子。なるほどね。あーっと待って、大丈夫それ。待て待て、こうして、待て待て待て、お魚さん大丈夫、大丈夫かしら。はい、あ、違うわ、岩は貫通せへんのか。はい、でここになんか大量にあるから、はい、これ全部、はいはい、あ、1個だけ残ってるわよ。1個だけ残すのよこすない、よくないわよー。待ってよ、これ上と下どっち行く。待て待て、あー何、なんか潰れたんだけど、ここだ。はい、オープン。あー、お金か。はい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 。あ、1個だけ残ってるよ。開ける。あー、特にないか、潜れそうなところもないから、ここは一旦クリアかな。大丈夫かな。うわー、綺麗やな。やっぱやっぱ海底なんよな、宇宙より。俺はね、圧倒的に宇宙よりも海底派なんすよ。海底大好き。死ぬまでに一回は行ってみたいよな、海底って。絶対お宝とかすごいあると思うね。宇宙より海の方が謎多いって言うからな。次はなんだ、そいつね。隙間行け、隙間行け、行け。あ、ダメか。あ、ちょうど左にいるから、はい、完璧。こういう昔のさ、昔の海賊船とかも沈んでんねんやろうなって考えたらロマンすごない？そこ、入れ入れ、赤、何やってんの、行け、ういボガーン。やばい、ボコボコになってきた、かわいそう。おお、トラが近づいてきたよ。なになに、あ、入れる、あ、入れるな、助けてー。あ、これはこう違うな、魚、あれ、お魚さんいいひんねんけど、この檻さえ壊せれば、あ、内側から、いや違うな、この魚を使ってこれですね、うい。あ、さらにもう一個、こっちに動かす。ウツボさん、ウツボさん来て、助けて、ボガーン。待って、一個取り逃してるんですけど。待ちなさい、勝手に進むの禁止よ、ここまですごく時間かかるんだから、お願いよ。意気揚々のとこ悪いけど、勝手に進むのだけはやめてって言ってるでしょ。なんか網があったのよ手前に、ちょっと勝手に行くのやめなさい。もう何やってんの、あんたたち何やってんのよ本当に。そう、この下、この下絶対あるのよ、ほら。この一瞬のために10分かかるんだから、本当に勘弁して。わあ、敵の数が多すぎる。邪魔をしても無駄だ、もうこの海は俺たちのものだ、そうはさせない。みんな、歌の力でこの海を取り戻そう。あ、歌うんですね。来るぞ、音ゲーが来た。これ上だな、はい、右、左、なんだこれは。ああ、体がつられて勝手に上、右、上、左、こんな歌なんかに、はい、右、おっと、すごい3連続のパターン、体が勝手に左、上、右、左、踊ってしまう。さあ最後は真ん中よ、はい。さあこれで全員踊り狂いなさい。なんで、お、ムカつく。はい、ちゅうわけでラスボスが、あれ
戻らない、まだ何かが。あれ戻ってないんやけど。なあ、多分じゃあキラリスタを助けないと戻らんみたいな、そういうことかな。うん、じゃあちょっと一番下戻りますか。さあここから全てのキラリスタを助けるムーブになっていくわけなんやけど、まず1個目はこれから行こっかな。これマーメイドかな。じゃあマジマーメイドね、初見殺しあるからそこだけ気をつけていこうか。さあ来たわよー。なんだ、お、すごいすごい。キラリスタはどこだろう。男性？そうだ、貝が。なんかお弁当のおかず入れるやつみたいな。おかず入れの貝が出てきた。今の声は、来た。まさかこの中に？なんかでっかい貝来たよ。歩いてきた。なにこれ？これ抱く？これ開かへんよな。ちょ、もうちょっとお魚さんが必要なんですけど。あ、お魚さんできた、できた。ちょ、帰らなあかんのちゃう？あれ？あの魚、あの貝開けやんでよかったん？これで開くやろ。オッケー。おい、空っぽの、空っぽの可能性あんの？そうなん？真っ暗ですぞ。ちょっと待って待って待って。おい、どこ行くねー。おい、違う方でできたって。まあ、あなた方、おい、一個目もないし。どういうことやねん。あ、でもこの貝は絶対に開かへんから、これ絶対無理やもんな。これ食い止めるみたいな。ちょっとでも食い止めて、また、はぁ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 で、変なおじさん、変なおじさんもひたすらこうへんやん。待って。あれちゃうかったっけ？ん？これはまず外れやろ？はい。で、その次に、おじさんが来るはずやから、これやな。そんな一瞬？無理無理無理。何を言うてんの？待って、人魚姫も助けてないけど、いいんか、これ。一旦ここ入ってリセットする的な。はい。あー、これはここに入ってるやつやな。これが1個目か。あ、これが1個目やな。なるほどね。あ、2周目来た。2周目、真っ暗、待って。よいしょ。オッケー、変なおじさん階から出てくる。でこれ2周目あんのかな。やっぱり消えたもんな。あー、来た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 。オッケー。左から流れたやつがなぜか右から流れてくる。謎でやる。渦が強くなってきた。気をつけて。わ、すごい、ネジみたいなのがいっぱいある。これはでも歌声じゃどうにもならんから。ウニみたいなのもあるな。来た。はい、3枚目。こんな荒れた海見たことないわ。あ、ぶつかったらなんか、ん、いやー違うな。あれ進めへんねんけど。いける？あ、いけるな。あの大きな渦が原因のようね。ふむ。あー、すごい。とにかくあの渦を消さないと出られないわ。よし、それならみんな力を貸して。これが本物の歌姫。すごいすごい。亀もついてきたんやけど。マイクついてる、ついてるっていうか生えてる。私たちの歌で渦を消すわよ。そんなことができるんですか。音ゲーのやつかこれ。
これ難しいねんな。難しいっていうか何が失敗したかわからんねんな。来た。はい。何？あ、なんかそういうやつ？これリズムゲーみたいなあれやな。リズム天国のバドミントンで返すやつみたいな。そういうことやな。はい、ここ。あーもう絶対あかんやん。はい。二つ目。これやり直しのやつちゃうの？左、右。右、上、左、長押しのやつ。はい、くるくる。あ、大丈夫か？まだ、まだチャンスがある。まだチャンスがあるわ。行くわよ、私の歌声。行け！やあ、消えた。最後はデュエットで。左、右、よいしょー、 OK でーす。美しいハーモニー、よかったよかった。さあ次これいきましょうか。ヒーローものやね。さあ来たわよ。やるわ。追いかけてみればやはりこんなところに。説明は後じゃが、あそこからキラリスタの緊急信号が出ておる。どんな状態で捕まっているかわからぬ。一緒に行くぞ。了解よ。行くわ。お前さんはそのリフトで向かってくれ。さあ急ごう。なんか俺のだけなんかジャンクでさ、その場であり合わせたものみたいになってない？鉄板とかむき出しなんですけど。やばい、乗り込んできた。やあ、さあ来い。来ると同時に芝居てやる。はっはっと。緊急信号が遮られそうじゃ。悪いが先に行くぞ。待ってくれよ。ああ、死亡フラグやないか。何しとんねん。ゲームはわしゃじゃない。ああ、連れ去られた。大変だ。博士まで捕まっちゃった。何をしてるんだ、あのジジイは。リフトごとぺしゃんこにしてやる。まずい！危ない危ない。はい、よいしょ。これ持っとくか。持っといて、こうやな。はい。なんだ？やばい、おじさんがいじめられてる。親父狩りだ。どうすればいい？これを？これを奥に投げるのか？そういうことだな。オッケー。やばい、なんか ネジが外れかけてる。大丈夫かな。え、なんで？で、ここでこうして、もうこの段階で投げるってことやな。うん。で、これをもうさっさと捕まえて右に投げる。オッケー。これで来たんじゃない？リフトは綺麗なままです。お、行ったんちゃう？来たー。オッケー。あーと、これ助けないと。あわわ、あわわ。やばい。おい。奥行ったな。俺らも奥行っちゃうか。うわ、ここ絶対なんか、行けそうなとこありそうやねんけど。ちゃうか。うわ、ちょっと広いなー。かなり広いぞ。行って大丈夫か？はい。はい。はい、ぶっ飛べ。助けに来て捕まるとは面目ない。石はもらえないパターンだから、何かありそうな気がするけど、ないかな？ないな。あ、ここやな。オッケー。あーっと、これ絶対助けないと。おいな、おい、めちゃめちゃいるやんけ。待てよ。おい、2つ一気にやって最後、よいしょ。 OK。 あー、なんかコアの中に閉じ込められてる。博士頼むぞ。お前頭にホイップクリームのしてんのか。すごい髪型してんな。なんだ、
うわまた隕石や、危ない。えい、違うか。時間稼ぎをしてくれ。了解です。トゥーはっ。これまた床に落としてあかんのかな。そんな気がするぞ。持っといてこう。よし、次はこれ。無理。いや大丈夫か。はっ、待てー。あーって1個食らってもうた。マジか。そやろ。はっ、よいしょ。これ大丈夫かな。てか隕石別に持つ必要ないんやな。うわー気づくの遅れたな。来た。えい、シールド制御は解除した。うわーですよねありがたい、助かったぜ。ヒーローらしからぬ姿を見られてしまったが、まずはここから脱出が先だぜ。なんだ、うん、うわ数がすごいな。これでは脱出は無理じゃ。心配するな、俺たちはヒーローなんだぜ。一体何をするんだ。あーとテレポートか。何すんねんやろ。ビヨーン。俺たちならきっとできるぜ。おーっときた。これを全部壊していくんだね。やばいやばいやばい。で全部は無理やな。はい、バスも壊す。いよいよお出ましだ。俺たちの実力見せてやろうぜ。なんだ、ヒーロー投げるのか。飛んでけーそんな攻撃でへんかお前。体当たりやんけ。ほらお前、ポッポが一番最初の技やんけそれ。ほらこれ全部壊すのは無理かな。そりゃお前プライドもなんかないんか。そんなんでええんかほんまに。しゃあ、えまた失敗。うそやん。大物の登場だぜ。よっしゃ、もう一回弾になってくれ。違うか、今回は二人で突撃。ほら行け。おりゃバコーン。よし、じゃあここらで一旦休憩してまた次回やろうかな。うん、残り6個やんね、このキラリスタ編は。正義のハートは永遠に受け継がれていくぜ。はい、というわけで、また、少ししたらお会いしましょう。一旦休憩。あ、お昼ご飯は何を食べたのかしら。そうよ、私はカレーライスを食べたのよ。はい、休憩終わりました。というわけで残りのキラリスター解放していきましょうか。下段はこれが最後かな。変態仮面いきまーす。はい、週3日はカレー生活です、お願いします。あーっと背景がすごい。なんだろう、入ってみよう。待って待って、これ右とかに何か。いけないな。あ、びっくりした、いけるかと思った。あー怖。はい、わーすごいとこ来た。今回目の前にいるぞ。怪盗キラリスタが捕まっちゃったの。おや君は。やはり私は運がいい。実は頼みが、4箇所あるロックを解除してくれないか。ああ、そういう感じなんや。はーい、各部屋制な。よいしょ。そして今回も5つあるということで。はいはい。わーわーわー、すごい。どっちだこれ、下か。いや待って、これ上な気もすんな。上に何か星がある気がする。で私の予想によると、各部屋に一つ、よいしょ、ストーンがあると踏んでいるのだよ。いや戻れへんのか、怪しいな。はい、とそして危ない。
もうそのまま行っちゃう。オッケー。待て待て待て、ないぞ。待て待て待て、ないぞ。あーすごい、どっかで見たやつこれ。スプラトゥーン2オクトパン、エクトパンションで待ったやつ。危ない。あれ、え、ここじゃないの。ん、あ、上か。なるほどね。上行って左にも何かある。いや、どっちだ。とりま左覗いてみるか。あったー、ナイトー。はいはい、これがステージ4って感じか。そしてここで解除。いや、なんか右下が1って感じすんねんけどな。これまさかの4やった。はい、オッケー。やるじゃないか。残り3つだ。じゃあ左下が1かな。左下が1、左上が2みたいな、そう予想する。いきます。で、見た感じ最後に置いてある気がするから、もうそのまま行っちゃうな。1回。うわ、すごい。何これ。上か。右にも何かあるが、ちょっと右見とく。はい。あー、コインがあるだけ。これはなんか出てきたぞ。なんだ。あー、帰ってくるだけか。なるほど。はい。どり、あーっと、帰れる、帰れるパターンね。この下にもスイッチがあるが、あー、なんかようわからんけど移動したな。移動したが、これで上行けるようになったと。あー、おじさんいる。これか。何も押してないのに解いてしまいましたぞ。パソコン初心者が言う。おい、触ってるやんけ。あー、そのなんか、これ、この線のとこにあったら扉が開くみたいな、そういう感じかしら。あーっと、ちょっと待ちなさい。待ちなさい、待ちなさい。星がないわ。星を返しなさい。待って、これ、こうやったらどうなるんや。お？あれ、でも扉が開かねえんだよな。待てよ。お、いや、これを、右向きの扉を、違う。違う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 。これ右から入るタイプの扉を上にすると、これ違うとこ。あれ無理か。あー、無理なんか？あれ？いやー、ちょっとわからんすね、これ。これマジでないわ。なんかロック解除しちゃうか？何もないもんな。あ、まだ上が？いやー、上ないよな。これ見逃した？俺。最後で2個あるとか、そんな都合のええこと、ないですよね。よいしょ。まずい、危ない。一旦左行って、はい、ピンクの掴んで、危ない！キャット危ない！ほーっ！よいしょ！オッケー。で、ここは、ブランコしてもろって、はい。あ、これはかけらだ。わかりやすい。下側には下側にはない。了解。はい。で、多分この時計の部分に、こっちか。こっちか。よいしょ。残り2個。危ない！あれ？残り2個、下段にもないぞ。どこにある？はい。はい。あった！ここで1個。危ない。はい、2個。オッケー。あー、これが1個目なんや。なるほど。で、ロック解除やもんな。せやねん、せやねん。普通にあんのよ。絶対に各部屋にあるから。うわー、これちょっと、もう1回行けへんってのがやらしいよな。なんでこんなやらしいシステムになってるんや？行けてもいいのに。はい、下に移動させて、これは当たらないようにいこう。危ない。はい、ないよな、ないよな。ほでね、まだ地下に行くエレベーターも見てないから、何かあると思うんだよな。
待て、これなんだ、いた、待て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 、このピンクのハンガー何に使うんや、え、使わなくね、あれ、ちょ待てよ、これこうして下ろして、もう一回こうやって、あれ違う、こうないしてこうか、でこのピンクは何、使い道がないんですけど、怪しい、はい、左上ない、はい、あった、よいしょ、はいしょ、はい、よいしょ、ほらこれがステージ3やろ、3つ目やったやろ、なんか絶対に2があれやねんて、うわー、はい、オッケー、さあキラリスター助けましょうか、あとはメインロックだけだ、あ、これで助けられるんか、ボスいい日のか、おお、おかえり、助かった、礼を言う、ちょっと焦ったがこんなスリルも悪くないな、あ、来るよねやっぱり、あとは脱出しないと、まずは地上に戻ろう、行くぞキラリスター、お前紐つかまんのかい、何のために出てきたんやあれ、まずいな、空間が崩れ始めている、こちらから行けそうだ、行くぞ、おりゃ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 、ロックは上か、私がやろう、おーすごい、お前のジャンプ力すごいな、次は私が、はい、やるな、なんだ来るぞ、危ない、次声浮いてよ、ちゃう、おお、何挟まれた、おおおおおーっと、上下入れ替わった、どういうシステム、すごいわね、敵だ気をつけたまえ、はい、了解、お見事、はい、行こうよ、一緒に行くぞ、コック、完璧ね、私たち息ぴったりよ、これは私しか行けないようね、さようなら、はっ、よいしょ、わお、素晴らしい、よっしゃ、これぐらいでは物足りなかったかな、脱出、はっ、さらば、はい、はい、よいしょ、落ちるなよ、あなたこそ、トゥトゥ、わお、爽快ね、おい、なんだ、上昇気流だ、あれを使おう、あ、大丈夫か、いや怪盗ってかっけえな、コナンでも見よっかな、コナンは怪盗暴く側か、ルパンや、ルパン見なあかんわ、てかこれ2回目挑んだらどうなんねやろ、誰が捕まってるん、あれキラリスタさんまた捕まってるやん、あれこれ2回目やる想定してない、もしかして、さっき助けましたよねおじさん、まあこれ2回目想定されてないな、よし、あ、なんか左になんかあったぞ、お、いや違うな、右か、お、いや右はない、はい、お、こっちはコインがあるだけないよな、うん、待って、これこのスイッチを押さずにみたいな、右か、右は何もないな、でもスイッチ押したら足場が出てきて扉が出るだけなんよな、あ、ここか、これだ、あった、 OK、 いや最後さ、この真ん中に扉出ると思わん、これ絶対出るよな、で、残るは上段のみ。左の3ついこうか。さあ、闇のパティシエ来たわよ。劇物作りまっする。ここも怪しげな空間だね。何かいるぞ。何か様子がおかしい。紫色だ。ようこそ、
グレープ様のキッチンスタジアムへ。グレープ様だって？あ、これまたクッキーでさ操られてんじゃね。ほら後ろに太っちょがいるぞ。おお、怪しい光、混乱しそう。移動が早え。なんだこいつ、セグウェイでも乗ってんのか。様子が変だよ、追いかけよう。ここでも何かできるぞ。あーっと来てる。これ連打して、あ、これ練習できるやつやな多分。はい、このクッキー持ってどうする。てかクッキーってなんであんなうめえんだろうな。罪悪感がすごくてあまり食べられないけど。はい、食いすぎや。一人でどんだけ食うね。行くぜ。うわー、これまた作るやつやん。何作んねやろ今回。3段のキャラクターケーキ、先に完成させた方の勝ちよ。レディー。あー、またケーキか。了解。まだブリブリしたいねな。周りにクリームを、はい、ブリブリブリ、あ、ブリ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 、あ、ブリ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 、あれ、ブリ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 、はい、ブリ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 、あ、ブリブリブリ、あ、ブリブリブリ、はいはい、あ、ちょっとクリームが多すぎこれ。大丈夫？あー、ブラボー言うてるけど。わ、向こうの方がなんか綺麗なんやけど。かっこいいケーキ。キラリさんに一歩遅れて1段も完成させてます。さあ2段目。これは、これを囲むようにってことかな。はい、この乳首みたいな部分を囲うようにさせていただくと完成かな。あー、でもなんかブラボーと違うな演出が。これやっちゃったかもしんないな。あ、まだ全然できてないぞ左の人。よし、行くぞ。あ、花ちゃんや。最後ここブリブリっとして完璧。あ、目やってない。あ、目、おい、目忘れてもうた。最悪や。嘘。あ、もう一回できる。あ、もう一回できる、もう一回できる。はい、よしよし。あ、違う違う、今度朝もやってないやん。何してんの。ちょ、リセットすんのやめろって。あかんかんかん、急いで急いで。よいしょ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 。ああおめめポチョポチョ。あれ、あー、ちょっとなんか眉毛できてもうたんやけど。なんで目の位置にこだわりがすごすぎるんやけど。どうしよう。あ、でもスタンディングオベーション、ちょっと眉毛のアクセントもいい感じ。あー、どうしよう。あれ、すごい目立つんやけど。対決の勝者は、イエーイ。え、1個？え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 、最初、嘘やん。最初の1個あったん？ムカつく。見た目が良くても味はどうなのかしら。おお、そんな下段から。お、おいしい。あ、もう戻った。やった。そしておまけの1個。あなたのお菓子ってとってもおいしい。最高の気分よ。よかった、いつものキラリスタに戻ったみたい。さあ、こんなところから出よう。行くぞ。こっちこっち。これ入れるかな。おお、なんかいる。あ、これなんか、これ違うか。二人合わせてなんか作んのかな。私とも一緒にお菓子作りしましょう。あー、でも最後はこいつを作ってスターゲットって感じかな。あそこから出れそう。あら、あー、出口が。ようこそキッチンスタジアム。ここからは逃さないのです。あら、すごい腹が出すぎてる。菓子食いすぎや。ちょっと気にしてるやん、ほら。お腹持ってる。気にしてる気にしてる。ブルンブルンって。やるしかなさそう。でも私とあなたが力を合わせれば
100人力クッキーをたくさん作る。あー、先にお皿いっぱいに作った方の勝ちです。まあクッキーはねもう慣れたもんなんで、いきますか。一緒に作りましょう。あ、やってもうたな。これ君と一緒じゃないとダメなのか。はい、急ぎ急ぎ。あ、一人でもやってくれるんや。わあ、ちょっと邪魔してくるんやけど。嘘。お前作れよ。クッキー作るって話やったやん。何してんのこいつ。はい。はあ、なんで？何してんの？下手すぎるってあいつ。あかーん。邪魔すなってお前。ここ。はい。よいしょ。あ、なんかでっかい出てきた。おー、すごい。両手にいっぱい。よいしょ。どこ行くねん？あいつどこ行くねん？おい、どっか行ったって。よいしょ。あ、これ作らんでもええんかな。もう一緒に作りさえすればいいみたいな。あー、勝手に作りよった。痛い。急げー。おい、おい、どこ行ってんお前のクッキー。そっちか。ここ一緒に作ろうな。よいしょ。で、すぐに避ける。で、この足りない部分にこう乗せる。で、ラストはもう一人でもいけるから。よいしょ、いくぞ。よいしょ。あれ、なんか高さ違うんやけど。意味わからん。高さの概念あったんかよ。一回でいけるもんや思たやん。なんで星もらえへんねん。褒めてくれよ。いやです、お菓子は味です。美味しくなければ認めないです。またダメなの？それなら、お、料理長本気見しちゃってくださいよ。りゃー、はい。あ、星型クッキーだ。どうぞ。ユウたちのクッキーなんて。おお、おいしすぎるでーす。おー、消滅した。さよなら。うわー、2個も取り逃しちゃったね。ナイス。ここか。うわ、1個目いきなりやん。始まって1秒のとこにあるやん。あー、クッキー作るってやつな。あー、なんかぶっ壊しもないけど。何してんのピーチ。あ、また来た。よいしょ。オッケー、どうぞ。できた。とんでもないケーキできたんやけど。よっしゃー、完全目隠し花ちゃん。よし、次は追っかけていくぞ。今回はこの子と2人で作って、なるべく段を高くしていくわ。で、右側からやって、これで花つくけど、花つくけどないよな。ちょ、来て。何してんのあいつ、早こいて。はい、これでもう一回同じところに乗んのか試してみるか。でも一緒に作ったクッキーじゃないとダメなのかみたいな。あ、乗せられへんな。乗せられへんということは危ない。避けれるか。あー、避けられんかった。最悪。シェフ、シェフ何してんの。はい、入ってください。シェフ、あなたの腕がないと。よし、これでかいクッキーがいいのかな。これで、あ、3つになった。なるほど、でかければいいのか。だからこれ以上は別に関係ないってことかな。はい、どうせやったらもう、なんで、嘘やん。いた。早く来て、シェフ。ちょ、あの人中国製やねんけど。早すぎる。ちょ、早してって。シェフ何してんの。やっとる場合か。よいしょ。OK。よいしょ。はい。シェフ、残り1個ですよ。急げ。これ間に合うか。よいしょ。さあ、あとはこれを納品さえすれば。よいしょー。
やらら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 、アダン、シャーゲット。よし、続いてこれいきますか。これはスケートのステージやな。さあ、いきますわよー。扉開けて、開けなさい。で、今回も最初ら辺にあるんちゃうの？それエレベーターがさ、マジでエレベーター逃すのはダメよ。ないね。よし、こいつらは全員ボコしちゃっていいのかな。うん、こいつらボコしていいっぽいな。うい、危ない。はい、ゴリ押しゴリ押し、ドガーン、ドガーン。奥と右があんねんけど、あ、右側にいるな。はいはいはい、よし。さあ、それじゃ乗り込んで、あーっと、これ絶対ある、これ絶対ある。オッケー、これは分かりやすかったな。うわー、これまた、そうよな、それよな、これむずいんよな。はいはい、あー待って、にゃー、もう一回、もう一回流れてきて、あかん、来た、ういー、はい、バッとくもんなんよな、これ知ってんのよ俺、もう一回来るって。そう、このアイススケートの時だけちょっと優しいから、他は絶対やり直し無理やのに、これだけちょっと優しい、ね、あ、捕まってる、ギラリサが待ってて、今助けるよ。なんかおじいさんみたいやな。来た、宮野守るだ。あ、ちょっと目燃えてる、闘志にあふれてるね。僕のグルーティスの勝負に来てくれたのかい、それともこのキラリスタみたいに邪魔しに来たのかい。さあ、始まりました。ほっ、待て待て待て、これは一旦、危ない危ない危ない、今です、とう。そんなにすぐ目が回るならやめてしまいなさい。はい、完成、ドガン、やばい、死んじゃう。これ回転さして、危ない、はい、回転さして、あ、なんかパワー貯めていかなあかんのか。いや、パワー貯めるじゃないな、あれをやることでロックが解除されている、そういうことだ。さあ、3回目、危ない、よし、はい、出来上がり、さあ、あー、ま、はい、はい、ジャンプ、危ない、当てかけて、え、よいしょ、やったわ。さあ、今のうちに2人で協力して、あれ、1人でいいのこれ、あ、1人でもいける、よっしゃー、イエーイ。おお、感謝しますわ。足短、素敵なあなたといつか共演させてね。あれ、てか星もらえないんですけど、そんなことある。さあ、一緒に来て、ジャンプよ。おお、これなんかないか、なんもないな。いきまーす、トー、大ジャンプー。あれ、なかなか欲しくれない、ケチンボだな。さあ、行くわよ。これは強制スクロールのやつではない。おっと、ジャンプ違う、これトリプルアクセル。あー、てててててて、あー、いててて、あー、ええー、あれ、どうなった、もう一回な、オッケー、行くわよ、今度こそ、トゥー。これしっかりアクション決めていかないとダメよね。はいはい、よいしょ、何もないわよね。ジャンプ、えーい、すごいわ、トゥー。これ次下ね、ジャンプよ、トゥートゥー、よいしょ、トリプルアクセル、トリプルアクセル、はい、トリプルアクセル。あーっと、コイン取り逃した、なんだ、ジャンプよ、このジャンプが気持ちよすぎるわ。なんか左にあるんだけど、はい、
っかりと取っていくわ。よーし、ラスト1個。あー、違う違う違う、よいしょ。全員しばいて脱出、ジャンプ、はい、連続ジャンプ、トリプルアクセル。それしか知らん、トリプルアクセルしか知らん。パーフェクトね。よっしゃ、一発成功、気持ちいい。はい、続いて忍者イクニンよ。イクニン、この音って何かの合図？キラリスさんに危険が。あ、内首や。こいつだけなんかすごい危険な状況になってる。待てよ、上にいるやつから倒さないとダメか。いや、手前からいけるな。はい、こうして、てか俺の場所をスポットライトで照らすな。バレバレじゃねえか。お、右側は何もないね。オッケー。おお、なんだなんだ、垂れ幕がなくなって、ある、なるほど。はい、ここも上に直接こう行っちゃおうか。うん、これが一番手っ取り早い。そうなるとこの間が気になるけど、何もないね。はい、トゥートゥー。さあ、大丈夫かい。かたじけない、助かったでござる。お主、見事な技でござった。ここに長居は無用。五重の塔、この人幕の向こう、あの塔の上からなら出られるかもしれぬ。いざ参ろう。了解。わあ、ちょっと左気になったけど、まあしゃあない。なんだ、うわ、偽物やった、なんてこった。ここを突破するでござる。あ、なんか右にある。あー、なるほどね、こういう感じか。いいでしょう。はい、で、あーと手前に行きたいんだけど、影走り、え、俺の知らん技使うなよ。何それ。あ、これか、こうして、はいはいはい、はい、失礼、マジックミラー号。オッケー。あー、ここにもあるな。よし、これ先行っとこう。どっちだ。おお、回転する感じね。よし、ここだ。うわ、なんかゼルダっぽいな、昔のゼルダって気がする。はい、3つ目、これは分かりやすい。この気配、やはり罠か。まずいまずい。はい、うわ、この間とか気になるな。これは岩の上から、いや無理か、草を渡って、はいはい、草を渡って、はい、で水遁の術か。まあそれをするまでもなく突撃。わお、危ない。待てよ、これ水遁で行った方がいいのかな。交渉か。でこっち側にも何かあるから、おっとっとっと、誰もいないよー。この先でござる。おっ、めっちゃ来たんやけど。なんだ、お、煙幕や、煙玉煙玉、おりゃー、最強だな。んで、ここまで来たでござる。あとは一気に登るでござる。あ、中から行くんじゃないのか。なるほど。おお、すごいすごい。何やつ。あ、新キャラや。逃がさんぞ。この空間とともに崩れ去るがいい。まずいまずい。おっと、この程度でひるんではならぬ。急ぐぞ、行け。うわ、強制スクロールのやつじゃん。うわー、一発勝負やぞ。トゥトゥ、おっと、壁ジャンプ、トゥ、まずい。敵は倒していった方がいいかな。はい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 、オッケー。ジャンプ、はい、ジャンプ、壁ジャンプ、いいよ。
はい、クルリンパ、クルリンパからのクルリンパッパパッタッタッターペー。なんでクルリンパ、クルリンパ、クルリンパッパパッ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 タッ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 、なんで。え、なんかちゃう、こうやろ、こうやろ、こうやろ、届いてないんですけど。上から降りてくるからちょっと待っとかなあかんのか。はいはいはい、ちょっとゆっくりめにして、でこうだな、で壁走り。うわ、めっちゃ沼ってもうたな、あそこで。なんだ、おおなんかシュール、ヒロアカの映画のワンシーンみたいになってる。おお、すごい、プロ忍者同士のバトルだ。なんだ、おお、おお、ようやった、ようやった、ピーチナイス。はい、続いてカンフー行く、カンフー用ラーメンある、嫌な気配がするよ。よーし、やっぱバトルなんだよな、やってやるぜ。まあでも手前、マジ手前警戒しよう、手前になりがちやから、この上とかさ。なんだ、おじさんが岩の中に閉じ込められてた、岩の中にも3年。なんだ、わ、僕らを近づけさせたくないみたいだ、了解、なら芝生のみ。おお、そう、岩も全部壊せる、いた、お前だ、お前、あ、痛い、おお、あーっと、ここに1個目ありますね、これいっとこう。これはこう登っていくやつやな、危ない、これはな、これトラップやわ。おーっと、待って待って、なんで1個目取り逃してんの、言ったでしょ最初の方にあるって。まあまだ取りに帰れる範囲やからいいけど。あ、なんか奥にあるぞ、こっちか。ええ、こんな、こんな最初にあんの、えぐいって、それはやらしすぎ、背景にしか見えん、その走り方しんどないんか、ほんで。はいはい、おお、危ない、落石注意。うわー、なんか多いな。はい、しばくしばく、おいおい、一筆書きでしばく。もう手前はないかな、潜入。うわー、またお前だ、お前弱いんよ、私以下ね、女に負けて恥だと思いなさい。あ、増えた、弱いからってお前増やしたら強くなると思うなよ。所詮ゼロに何をかけてもゼロ、あなたは私には勝てないのよ。3連戦って感じか。はい、テイテイ、次こっち、なんかちょっと構えが違う、危ない、はい、よいしょ、さあ来なさい、あっ、テイ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 、連打連打、さあ来い、はい、こいつ、こいつ一発重いのよ、危ない、ここ危ない、そう、こいつタイミング読めへん、ここ、あ、ちょっとずれんねんって、こいつ、なんなん、丸と、危ない、はい、これやろ、で空中飛んで、ここ、あ、ちょ、負けたんですけど、分からされちゃった、はい、で空中、俺も飛ばなあかんのか、俺も飛ばなあかんのか、なるほど、なんだ、なんかレーザービームできないけど、お前カンフー、部の心はどうした、なんでお前だけ遠距離攻撃してくんだ、意味がわからん、待って、今のは弾けなかったから俺星もらえないんじゃないか、はいはいはい、あー、ミスった、はいはい、よいしょ、うわ、大丈夫かなこれ、なかなかやるな、本番はこれからだ、さあ来い、うわ、またか、トゥー、
3連続、はい、次反対、よいしょい、次反対、はい、ポンポン、キャッチボールかな、はい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 、あ、特大の螺旋丸来るぞ。なんかお前サムスの攻撃みたいな、スマブラのサムスやん。え、2個も取り逃してんねんけど、あれ信じられへん、嘘、どこにそんな容器あってん。なんや、まだあんのか。もう星は全部取ったぞ。来るよ、構えて、はあ、まだだ、はい、もう動きは見切った、この一撃で決めるよ、ククーター、おー、バラバラや、やったぜ。あ、この右側にあったわ、なるほどね、ここか。これ4つ目、うそやん、うわ、しかも変えられへんなってんけど、最悪。ここか、うわ、こんな近くにあったんや、マジか、全然気づかんかった。さあ続いて探偵いきましょい、見抜いてやるわ、見ているあなたのパンツの色、グレーね。まずは聞き込みしてみよう。うん、何ですか、キラリスター、ここには来てないぜ、嘘をつくな、その帽子の下、ハゲね、敵だ、よーし、なんでバレた、バレてもお咎めなし、なるほど。お、なんだ、なんと探偵キラリスタがグレープ様の仲間になりましたよ。お前もか、お前一本だけ毛が生えてるわね、波平よ。うん、違うわ、騙せなかったか、キラリスタなんて知らないぜ、お前は逆に本当なんじゃね、いや、そんな口の悪い花ちゃんおるか、とっとと帰りなって、ちょっとなんかキャラをしっかりしなさい、はい、見破られた、なんだ、真実の花真実の口やろこれは、ひび割れた壁画、変装の仮面について書かれた石板、なんか重要そうやけど、 あ、宝箱、開けてみようよ、勝手に開けていいんすか、そんな博物館にあるやつ。ステラちゃん意外と道徳ないね。いや待て、ここらへん、あーっと、待て、1枚のチケットがひらりひらりと、いやー、これ見やなあかんぽいな、うん、僕にもしものことが起きた時のためにこのメッセージを残す。中央の扉はある展示物の共通の部分を順番に調べると動く仕掛けになっているようだ。明らかに右に4つのボタンがある。頼もしい君ならばきっと問題ないだろう。ほう、明らかに4番なんですよね、で1番ですね、はい、あ、これを1個1個お見通しチェックしていくのか、で2番がないな。展示物の下のもの、下に共通なんて、展示物の下に共通のものがついてるって、この子は別にね普通やと思うのよ。一応やってみるけど、あれ、お前も敵な、嘘、お前ほんまのこと言うてるやん。これは、はい、王の棺、これは開かへんのか、おい、うん、赤と青、じゃあ2と3探しに行くか。
全部見れるな。ブルークリスタル。あ、なんか守ってるやついる。何もないよ。何かあるでしょ。解きなさい。はい、2番 OK。 で、あー、なんか動かした跡があるね。あ、回せるんや、すげえ。ハンドパワーです。の前に宝箱だけちょっと開けていく。なんだ、上行ってまうんやけど。マジか。あーっと、変なおじさんの片身があるぞ。通れないですぞ。なんか虫眼鏡で見たら、いや違うか、多分これを回せば道が出ると思うねんな。はい、逆逆。はい、これで、あー、3つ目のが出たな。となると足場はどうやって出すんや。黄金キャルメカ画面像。キャルメカって誰だ、誰よ。はい、オッケー。これか、どこかで見たことあるな。それだけ。あいつをどうすればこっちに向かせられるんや。はい、とりあえず4番も見ときました。これで扉開くと思うんやけど、ストーンとかがまだ何も見つけられてないから。何個目だ。あー、これ1個目なんか。となると、あの変なおじさんどう助けんねんやろ。あ、あえてこれを全部左に向けるんじゃない。上の石像が左向いてたから、こう左向けることによって、ほら、そういうことだ。 OK。 はい、そういうことね。さあ、この中は、いるね、探偵さん。僕です。え、助手くんがなんでここに。何を言ってるんですか。僕もキラリサさんを探していたんです。うん、そしてこの部屋に捕まってるのを突き止めたんですよ。でもただその4人いるんです。そんなわけあるか、そんなわけあるかって。どれだ。扉の画像は色ついてなかったからどれかわからんねんけど、普通に考えたら黄色かオレンジな気がすんねんけどな。オッケー。うわー、これ失敗するたびに報酬が減りそう。俺だよ、俺。口調が絶対違う。うん、口調が絶対違う。私が本物だ。あー、グレープ様に捕まって散々な目でも様言ってしもてる。継承が抜けてないよ。これか、じゃあ。光ってないのがこいつだけやもんな。僕からは何も言うことはないよ。ここまでたどり着けた君の推理力ならお見通しだろうからね。お前や、絶対。お前だけ落ち着きすぎてる。僕が本物のキラリスタだよ。そして通したら僕の初めての助手として協力してくれないかな。うん、キラリスタはね、ピーチ様を下に見ようとはしないんだよね。相手を褒めて、褒めるタイプだから、きっとこれに違いない。これだ。君は本当のキラリスタだね。おっしゃー、余裕ね。よし、2つ目。あー、またこまごましたもんが多いですな。どうやらここからは出られないみたいだな。手がかりですか。お城の絵だね。博物館の模型、これじゃね。これやと思うねんけど、これで抜け道を探すみたいな、そういうことじゃないの。難しくて分かんないや。何じゃそりゃ。ああ、なんか扉開いたよ。何、
変えれるってこと？うん、ああ、うん、一旦戻って他のルートを探すのはどうだろう。あ、そういうのもありな。歯車もある、うん、ああ、ほな一旦出ますか。何もなさそうやな。あれ帰ってきちゃった。え、帰ってきてはないか。一つ前の部屋に戻ったはずなんだが、さっきと違うぞ。ふむ、おかしな空間に紛れ込んでしまったのかもしれない。さっきの部屋と違うところを探せということか。状況写真を撮っておこう。さすが探偵さん、プロですね。さっきと違う部分に関しては、違うとこはないな多分。あ、虫眼鏡がないぞ。あれ、全部白紙だ。これは、あー、違うとこといえば、じゃあさっきの白紙かな。白紙じゃなかったような気が。一旦帰ってみる。あ、さっき撮った写真を壁に貼っておく。はいはい。ちっちゃ！もっとでかいの貼ってくれや。見えへんやんけ。はあ、だいぶ画質荒いな。とりあえず虫眼鏡がないのは一目瞭然なんだが、あ、これをお見通しチェックできる？あ、これできるな。オッケー、2回目できる。これよ、これが鍵になっている。おお、すべて消え去った。いいねー。あーっと、ここにありますね。これは見逃さない、さすがに。まあそう、せかすなせかすな。はい、これはこの中ですね。出てきなさーい。さあ、おー、なんだ、助手くんか。助手くんだな。こっちこっち。手がかりはあったかい？うん、ええ。ん？出口はあちらです。怪しいな、お前。ふむ、その前に少しいいかい。いくつか簡単な質問をさせてほしいのだが。そう、探偵はね、疑う心を忘れてはならないんですね。常に相手を疑って推理をしていく。それが探偵。ええ、別に構いませんけど。ふむ。時に、僕と助手くんの探偵事務所のソファーにはクッションが一つもないだろう。そんなはずはないわね。確か私が行った時、助手くんはクッションの中に隠れていたわ。5日ほど前の記憶だけれども、しっかりと覚えているわね。クッションを買うのであれば何色がいいと思う？ん？クッションはあったわよね。なかったのかしら？その質問、今じゃないとダメですか？僕は紫色がいいです。では次の質問。9時に待ち合わせしていたら何時頃に来る？もちろん8時55分から8時50分の間だよね。9時5分に来るやつ、死ぬほど許せないんだよね。わかるわ。何ですかそれ。9時に待ち合わせなんですから9時に行きますよ。そういうやつは9時に来ねえんだよ。9時10分とかになんだよお前。なるほど、これが最後の質問だ。あのグレープのことを君はどう思ってる？グレープ様は、ああ、いや、あ、お前今様って言ったな。絶対違うだろそこ。どうやら答えは出たようだな。間違いなくこいつは味方ね。オッケー、出口行くわ。嘘嘘、お前敵だろお前。ほら、正体を表せ。よっしゃー、さすが探偵キラリスタさん。あ、こっちが正規やったんや。よかったー。えい、コンプリートー。さあ、ラストのキラリスタ、これですね。カウボーイ行きましょうか。
カウボーイとかさ、もう1回とかのやつやろ。懐かしいわ、白馬。夏いなぁ。うわ、こいつもなかなかとんでもない状況やな。やばいやばい。でんでぐるんでぐるんで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 ぐるんでぐるんでぐるんでぐる。やぁ、ひひー。しゃあ、助けるわよ。列車動いてるな。急がないとダメだ。ほら、首根っこ捕まえるぞ。どれ、なんか来るぞ。あ、これ、あー、危ない危ない危ない。あ、いけいけいけ、よいしょ。ここまで大丈夫ね。オッケー、手前、真ん中にストーンがあって、はいはい、ジャンプ。ここはしっかりと上に乗っていく。はい、早い早い、慣性の法則。ほい、降りるべきか。降りるべきだね。危ない。この馬のひずめの音は誰か来てるのかい。危ない。この樽一人でに勝手に意思を持ってやがる。もうか、こっちだこっち。待って、お金がある、お金がある。汽車が近づいてる。あー、早い早い、汽車早い、スピード上げてきた。待て待て待て、急げー。待ってる、今助けるぞ。キュレー。うわ、すごい飛んでった。よし。いや、マジでお前だけ命の危機やったな。あぶねー。ありがとう。さあ、ここの出口を探そう。無事に帰れたらミルクでもごるよ。避けちゃうんかーい。これは先に進めないじゃないか。うちのお馬ちゃんでもこれは飛べへん気がするな。あれ、あんたの馬いないじゃないか。あれ、ほんとね。何、どうしたの。何これ、かぼちゃの馬車みたいな。え、それ持って飛ぶ気。うえ、嘘、こんなでかい荷物持って。うわ、飛びおったこいつ、マジか。おら、よし、なんか来てる。うわ、これ、待って、あ、なんだ、こないして、あれ、あれ欲しい、あれ欲しい、あれ。うわ、いいこと逃した、最悪や。絶対今んとこさ、今んとこで絶対あのエレベーターあると思ってん俺。だって明らかにもうこれ乗ってもうたら絶対ないやんか、降りるところが。行くぞ、飛べ、トゥー。よいしょい、ここにありそう。あっ、え、大丈夫、これなんか光ってたけど。てか、あのキラリスタどこ行ったん。キラリスタ死んだんやけど、なんてこった。何かあるぞ。あっと、こっちにもなんか行ける。わあ、下とか行けそうやけど、それはないかな。はまって動きませんぞ。ああ、おじさんだけ助けて、おい、死んでもうた。あ、結構届くな。お、ここはない、降りれるか。あーっと、来た、ナイス。列車も補充されてる。落ちるんじゃないよ。危ない危ない。はい、 OK。 汽車のお出ましかい。うわ、え、なんか汽車寝てるんやけど。なんで汽車寝てるんやけど、どういう走り方してる。あ、違う、壁に線路があるのか。なるほど。おお、降りてもうた。えい、はい、よいしょ、来た。さあ、どこまで行くんだい。おい、ふう、なんとかなった。さあ、出口まで急ぐよ。ラストスパートだな。なんだ、わあ、まだ来た。ちょ、線路の上歩くのやめよう。なんでお馬さん線路の上歩いてんの。危ない。オッケー、これでほら、なんとかこうやってゆっくりゆっくり、よいしょ、この列車を一つも削ることなく、削ることなくいかないと。よいしょ、あー、ま、前投げてもうた。ナイスー、イエーイ、サラダバー。さあ、これにてキラリスター一旦全員救出ということで、ラスボスに挑めるのか。
どうなのか。あんたワイルドだったよ。リリーに言う言葉じゃないわね。来たか？うわー、やっぱりここに扉あったんや。うわー、ちょっとでかいな。うぃ、いいねー。さあ、ラスボス行きましょうか。一体どうなるのか。ラスボスも怖いけど、この後編の編集時間も怖いんだよね。録画時間が3時間以上になってる気がするから、編集やばそう。この扉、今までのより強い力が。二人なら、きらめきの力を信じていこう。何個いる？30個、だいぶ余るな。113個も余ってる。さ、お願い。なんで？開かないんですけど。ちょ、開けて。お邪魔したいんだけど。きらめきの力が効かないの？で、なんならいいの？ん？お、全員集結。ディズニーみたい。もう一つ、劇を愛するキラリスタの心が必要なのさ。僕らの希望の光を君たちに託すよ。おー、ステラパワーアップ。ん？何や、最後の変身か？まだ残されてたんか。何になるんだ？おお、何これ。ステラピーチ、花嫁ピーチか、これ。うわ、すげえ。何これ、スカートの中がギャラクシーなんやけど。あ、プリンセスピーチってこと？すげえ、綺麗。プリズムピーチやって。すげえ、初めて聞いた。プリズムやって。ほら、スカートの中見れへんわ。みんなの力受け取ったよ。ピーチ行こう。すげえ。これどんな技できんねやろ。なんか星のカービィのラスボス戦みたいやな。開くかな？おー、開いたー。どんな能力なんやろ。早く行こうぜ。オッケー。わ、でかい。ようこそ私の舞台に。わ、ドーナツ状。待っていたよ、ピーチ。お前たちが輝くことで、みんなの期待や希望が大きくなれば、それを砕いた時の絶望は極上の悲劇となる。待っていたのさ。そう、私の最高の舞台を完成させる。お前のような引き立て役をね。さあ、悲劇の開幕。It's showtime! あ、なんか逆さ向いてる？いや、違うな。首だけや。生首。すごい、なんか俺、自由自在に動けるんやけど。強え。あ、でも直接ダメージ与えられるな。で、敵の攻撃方法が花火っていう。何それ？めちゃめちゃ綺麗なんですけど。めちゃめちゃロマンチストですね。おら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 。長押しは無理やな。なんか溜め攻撃とかそういうのができるわけではないと。BGM がいいね、なんか。いい感じの BGM。映画っぽい。ほい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 。さあ、ラスト1枚。
どうだ。あーまだか。今のが第一段階ってことでいいのかな。で引き続きやっていきましょうか。でこの帽子のやつね、あーっと待って待って、帽子のやつあんまりダメージ食らわんのよな。結構硬いからそれ狙うぐらいやったらもう直接狙った方が強いよねっていうことで。まずいまずいまずい。あーかかうわー早い早い、花火が早すぎるよ。なんだ、いや基本的にはでも花火一択か。オッケーオッケー、いけるいけるいける。あなんか電車来た電車来た、なんだ電車、シュッポッポ電車シュッポッポ、はい危ない、シュッポッポ回避、オッケーで再び下半身を重点的に攻めていく。おばさんは膝のヒアルロン酸が少ないので膝を重点的に狙うと膝むずきます。さあラストか、いきます。さあ再び重点的に膝を狙っていきましょう。膝のヒアルロン酸をしっかりと削っていく。ちょっと攻撃のパターンが感覚が狭くなってきた。はい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 、いいよ。なんだ何もしてこなくなった。あ再びブロック攻撃、ブロック攻撃は何も問題なし、むしろただの攻撃チャンス。でかいの来たね、でかいプレゼント。さあ続いて電車来るか、残り1個終わっちゃうよ。危ない、よいしょ、危ない、ほい、あーひら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 。で右手、ここはしっかり反復横跳びでヒアルロン酸を削っていく。骨粗しょう症アタック、いきまーす。きらめき10代の力、おばさんは散りなさい。はい10代の力、TikTok、TikTok、B リアル。あ、これが変身の仮面やっけ？博物館にあったよね。ありがとうピーチ、君のきらめきは本当にすごいよ。これでこの劇場も一安心、みんなのところへ帰ろう。絶対安心じゃないよね。9996。おばさんしぶといわね。まだフィナーレには早すぎる。ティーチ、お前のきらめきは闇の力で輝きを失う宿命、その悲劇を演じるのはこの舞台なのさ。なんだ、わお。あ、なんだ、劇場が壊れたんか。うお、劇場がなくなってる。おお、でけえ、でかすぎやろ。うおすげえな、僕たちの劇場がバラバラに。このままじゃこの島も消えちゃうよ、もうおしまいだよ。もう一回いけるか。あ、清掃員の方たち、あーみんな清掃員の方が、すごいきらめきのパワー、すげー、綺麗すぎ。マリオの映画思い出すなこれ。まぶしいまぶしい、あーまぶしい。プリズムピーチ再び。さあピーチ行こう、
うわーすげえ。デスタムーバーみたいになってる。なんだ操作ガイド、避けるだけか。力を貯めてグレープにぶつけるんだ。なるほど。なんかレーザー撃てるんやけど、すげえ。ビーめっちゃおもろいこれ。ビー、最強になった気分。仮面に当てんのかな。あ、仮面に当てるっぽいな。仮面に当てたらなんかほら恥ずかしい恥ずかしい言うて、恥ずかしい恥ずかしいってグレープ攻撃してくる。しかもはいはい、仮面をどんどん充電的に顔面の塗装を壊していく。そのお化粧という名の仮面剥いでやるわ。あなたはもうおばさんよ、諦めなさい。一定数のおばさんから叩かれそうですけれども、ちょっと心配になりましたわ今。そんなことないですわ。女性の方々はいつまでも美しい、いつまでも可憐で一輪の花なのです。それがチューリップからバラになろうとも、美しいことには変わりがないのです。さあそのまま美しい姿のまましおれていきなさいとんでもないこと言うてる。何も考えずに喋んのやめて。おらもうすぐか。あーっと、特大グレープ攻撃、その隙間を縫って、その隙間を縫って攻撃していく。指先からハート、指ハートですねこれ。おらー、あすごい、向こうもレーザー、わーお、避けて、やーん、なんてこと。10代は未来の花よ、やめなさい。若い目を摘もうとするのは、若い人にもっと優しくありなさい。グレープ、見にくいわよ、危ない。ちょ、自分の姿で見えへん。このグレープの位置が自分の姿で、よいしょ。体力がないからこれ効いてんのか分からんこれ効いてんのかな。で攻撃パターンが変わってきてるから効いてるとは思うけど。あ、行った。うわ、中身ない、スカスカや。行くわよ最後の攻撃。プリズム流星群アタック。ドカーン。おお、すごい、連打連打連打。連打連打。おりゃー。おりゃー。とどめー。えーい。いやー、これ劇場壊れちゃったけど元に戻んのかな。あー、拍手拍手。お、みんなのきらめきの力で劇場が元に戻っちゃう。おお、すごい超能力。わーお、元通り、きれい。イエーイ。おお、すごい観客いたどっからこんな観客が。Thank you。 うわー、なんかさ、映画やん、終わり方がさ。ほんまに一本の映画見てたって感じやんね。というわけで、プリンセスピーチショータイムいかがだったでしょうか。いや、結構ね、アクションとしては簡単なんで、あんまりゲーム慣れてない人でも、クリアできるよ、みたいな、そういう感じのゲームとなっておりました。いや、ピーチが主役のゲームってね、初めてやったんですけど、結構アクションとしては簡単やったんでね、誰にでもおすすめできるゲームかなと思います。と言いますことで、また次の違うシリーズでお会いしましょう。お疲れ様でした。